バーケンヘッド休憩巡洋艦は、ギリシア海軍がイギリスに発注した、アンティノアクロス・コンドーリオティス級をイギリス海軍が取得した、艦級で2隻が収益した。本級の基本設計は、タウン休憩巡洋艦を元にしていたために、本級は、タウン級のサブグループの一つに分類されている。本級の当初は1914年に、ギリシア海軍によって発注された艦であり、 タウン級、第三グループのチャタム級をタイプシップに取る2隻の軽巡洋艦であった。本級の特色として手法に、タウン級に用いられていた1 5 2トル速射砲ではなく、専用の1 4トル速射砲を開発して搭載していたことにある。1番艦は、アンディナバルホスクンドリオティス2番艦は、ランブロスカツオニスと命名される予定であったが、 帰港後の1915年に、ドイツ海軍の巡洋艦勢力に対抗すべく、イギリス政府によって購入された。1916年に取られた、チェスター。本級の船体は全球に引き続き、朝鮮首脳型船体を採用していた。艦首は前方に傾斜したクリッパー型の艦首から、中央部に、 手法のマーク I1915 年型 14cm 速射砲お棒立てのついた単装砲画で一機司令塔を基部とする環境と、全部マストが立つ。等間隔に並ぶ4本の煙突の原則は、関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが、片弦3組で、計6組により運用された。 左右の原則看板上に 14cm 速射砲が片弦4機ずつ配置されていた。3番手法と4番手法の側面には5 3 3 c m 三連装魚雷発射管が片弦2箇所ずつ計4機が配置された。4番煙突の後部に見張り所と後部マストが立ち、選手廊から一段下がって後部看板上に10番手法が後ろ向きに1機が配置された。 本級のために開発された 14cm 速射砲手法は、前述通りに、本級のために開発された、マーク I1915 年型 14cm 速射砲である。既存の 15.2cm 砲弾よりも 14cm 砲弾の方が2割軽く、装填速度も良好であったが、威力が落ちるために手法としては、本級のみの装備となった。 その性能は3 7 2ラムの砲弾を、行二25度で14,630メートルという射程を得ている。不行能力は、行二25度、深く7度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、毎分12発であった。広角砲は、 マーク i 7 6トル広角砲を引き続き採用している5 8 7ラムの砲弾を行角40度で1 7 4 0ル最大行角70度で5 7 9 0ルの高度まで到達できた。単走砲がは左右方向に180度旋回でき、不行は行角70度、不角10度で発射速度は毎分15発だった。 これを単装砲貨で6機6門を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53、3センチメートル、魚雷発射艦を単装2機ずつ装備した。本級は、ヤーロー式重油栓昇水艦艦6機と、ブラウンカーチス式ギヤードタービン2機に軸を組み合わせて、最大出力 25000SHP、最大速力25.5ノットを発揮した。なお、 チェスターのミーボイラーは、重油戦晶水管管で、最大出力 31000SHP で、速力26.5ノットを発揮した。機関配置は、第一次大戦前の、装甲巡洋艦と、同じく機関区全部に、ボイラー室、後部に、機関室を置く、旧時代的な配置をとっていた。ありがとうございます。